ビキニラインは陰毛が生えている範囲のうちビキニの水着や下着を着用しても覆われない部分のことである。この用語が使われるようになったのは美の追求のために行われる低毛や脱毛法が体のどの部分を刺すのかを明らかにするためであり、特にビキニの着用が一般的になってからのことである。 当初は女性のみに対するものであったが、後に男性に対しても使われるようになった。一口に、ビキニと言っても、使われている布の面積や露出の程度も様々であり、ハイレグと呼ばれる、大体部を広く露出させたデザインのものや、ティーバッグのように電部を露出させるものなど、あるいは極端に小さなビキニなど、そのデザインは千差万別であって、 ビキニラインの範囲を解剖学的に一律の定義を当てはめることは難しい。最も狭い範囲に解釈するなら、それは大体の元に向かって生えている部分である。ただし、大体にも太い毛が生えて連続している人もいるため、ビキニラインの加減をどこにするかということも考えなくてはならない。陰毛が見えないようにするためには、少なくともその長さだけビキニの内側までの毛を、 取り除く必要もある。陰毛はビキニから上に向かっても生えていることが多いが、この部分はしばしばビキニラインではなく腹部やへその下などとされる。ビキニラインを最も広く解釈すれば、それは陰毛が生えている範囲の全てである。ビキニラインの範囲をどのように解釈すべきかということについて、統一された基準は存在しない。脱毛サービスを提供している側によって、 解釈は異なり、それは料金体系にも反映されているため、満足できるサービスを受けるためには事前に確認しておくべきである。ビキニラインはビキニゾーンと呼ばれることがあるほか、V 字の形から V ライン、V ゾーンと呼ばれることもある。ビキニに覆われている陰毛が生えている部分は陰部と肛門の周辺であるが、陰部のことは 直接的な表現を避けて、ビキニラインの奥や、V ラインの奥、略して、ビキニ奥や、V 奥など、また、女性の陰列の両側を、アイライン、肛門周囲を、オーラインと称されることがある。そうじて、V ア用脱毛と呼称する。V ア用脱毛は、尿や瓶、血経血等が毛に付着することによる、匂いやかぶれなどを軽減し、ビキニラインの清潔さのためにも行われる。 ビキニラインの陰毛を取り除く方法は他の部分と同様に低毛除毛及び各種の脱毛法による。簡単なものは自分自身で実施することができるが、レーザー脱毛などは人体に影響を与える医療行為と扱われ、医者や看護師でなければ医師法第17条違反として逮捕される。ビキニラインに関しては、 その部分の色素沈着いわゆる黒ずみを抑えることを求める人が特に女性に多く見られる。そのためにメラニン色素の生成を抑える多様な化粧品や医薬品がある。ありがとうございます。